続いては福岡県福岡市よりお越しいただきました博多よさこい連弁天の皆さんです。曲名はジョー。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。福岡市で活動しています博多よさこい連弁天と申します。本日は、ここ熊本でですね五輪賞をしたためたというあの剣豪宮本武蔵、その宮本武蔵を唯一破った男として、逸話が残っております。杖術、杖の術と書いて杖術の始祖、武蔵権之助の物語を、一風変わったよさこい、講談調のよさこいでお送りしたいと思います。本日は何卒よろしくお願い申し上げます。ほっ、よろしくお願いいたします。博多よさこい来い。傍らにじわりと浮かぶ二つの影、一つは剣豪宮本武蔵、対峙するのは若き日のその名も武蔵権之助。刹那の間合いを詰める影、じりじりじりと睨み合う二天道楽宮本武蔵、左剣を前右剣を大上段に振りかぶる天地陰陽合殺の構え、天下に響く二刀流。一方若き権之助、武蔵の圧倒的な迫力になすすべもなく引くばかり、切っ先が触れたか触れたのその刹那、沈黙の闇を切り裂いて先に飛び出したるは権之助、宮本武蔵の肩口に袈裟切り一切切り込んだ。よいしょー、ふぅふぅ、やさー別に正殿神道流剣術修行に明け暮れて天下を夢見た権之助、田舎じゃ知られた道案もつらねのごとくかわされる。よーふっせんそふしょふさくやっさいやさ、生涯無敗の宮本武蔵、武芸十八般を極めんと意外な手慣れはだけじゃない、無限一流二刀流自在に繰り出す大将は無限のごとく追い詰める。やっさいやさ、息をなくした権之助、ついには刀を奪われて急所のごとく追い込まれ二軒の峰で下ったれら。勝負に敗れた権之助、うちひしがれた魂を三笠の宝満山に引きずりながら山込む、ただその剣を砕くため、武蔵の剣を破るため、三王祈願の果ての果て、与えられしは御神託丸木をもって水月を知れ。スワーそう、本日は日の国祭り熊本合祭と開催、誠におめでとうございます。我ら博多よさこい連は弁天、そして息子の太陽も皆様に感謝の舞を参じます。そいやーそう、まさにこの時剣を捨て四尺二寸の杖を持つ神剣無刀流杖術が開かれた。黒田半代不出の技となり現在機動隊に伝わるこの武術、その時権之助の胸が光る武蔵生きたー。いやーつけばやり払えばになぎなさん子供たち、杖は核にもあらずかるっけり。ふぅよいさーよー、傷つけず人を凝らしていましまる教えは杖の他にある。
らいただいた皆様に感謝を込めはありがとうございました。ありがとうございました。は博多よさこいの会場博多よさこいれ弁天の皆さんありがとうございました。